ちょっとねそのプロの中の一人、はい、に謝らなきゃいけないなって僕思ってて、はい、前日リハーサルだったじゃないですか、はい、でリハーサルで作った曲、うん、幸せチャンピオン、はい、幸せチャンピオンを一応その歌って、はい、で次の日、本番ですよっていうようなスケジュールだったんですよ、はい、でまあ作りたてだから歌詞が覚えられないというか、はいはい、もう本当にもうその日に作ったような感じだったから、うん、だから下にこうプロンプって言って、はいはい、歌詞が出せるこうパソコンのモニターみたいなのを用意してくれてたんですよ、うん、でプロンプを出すスタッフっていうのがいたの、はい、これもプロの人、はい、で僕前の日にそのリハーサルで歌った幸せチャンピオン、はい、気に入らんくて、はい、そう家帰って全部変えたんですよそんなことができるの？そう歌詞は変えずにA メロと B メロを全部書き換えて、はい、そうで朝までかかって書き換えて、はい、でその当日も言ったと思うんですけど MC で、はい、今日の朝できました。あ本当だったんだあれ。そうで歌うじゃないですか、はい、ちょ僕ちらっと横見たんですけどプロンプのスタッフ、はい、A メロが違うA メロどこ次どこに行ったらいいのみたいな顔しててちょっとあれはちょっと謝らなきゃいけない、ごめんなさい。サボ、それと同じこと起きてるんですよ。俺も、うん、風船が割れてパーンって出てったところの道、うん、最初から最後まで全部間違えたカートどこ歩いてんのみたいな感じで緊張しすぎちゃってどこ歩いてるか分かんなくなっちゃって俺俺どこ歩いてんだと思いながらさすがプロのカメラマンさんこうやって追ってくれたからめちゃめちゃ間違ってんのあれ。もう何に言われてるかさっぱり分かんなくてどこ歩いてるかよくたどり着いたなあそこさんステージまで。いやだから隠れたハプニングはたくさんあったけど、うん、でもそれも含めてなんか臨場感あっていい式だったなというふうに思いますね、うん、すごいもう感謝です。